時刻は深夜0時。星がとても綺麗です。こんばんは、小町です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ということで今回も離島厳選をやっていきたいんですけれども、先日カール君が去っていき、翌日ラッキョさんが去っていきました。カール君の時はね、シベリアニーヤンを引くことができたので今一緒に住んでます。で今回ラッキョさんの後釜ということで、どんな住民と出会えるのか非常に楽しみです。個人的な一押しは1号なんですけれども、まあそれに出会える確率っていうのは非常に低いと思うので、どこで折り合いをつけるかですけれども、ピンときたキャラを連れて帰りたいと思います。それでは行ってまいります。三つお、この子を特異送りバントという設定なんですけど、なんでバイキングのノルマンさんやんけ。ブスって言われてるけど、この照れた顔かわいいよな。ライオンキング座右の銘が百獣の王、だいぶわけわからん設定よ。うわっ、ミスズや、ほんまに存在したんや。ノーマークやったけど結構可愛いかもしれない。あらら、なんやろ、カラヒヨコ感が半端ねえよ。こっち来て、こっち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 だって、そっちじゃない、こっちこっちこっち。この焚き火の前にちゃんと座って座れる、立ってここでここでここでちゃんと話すから、ここでここでここ。そうだね。そうだね。一回する。よし、みすず。わかるで。それがお前の幸せなんだな。だったら、来いや。心強いっていうのは嬉しいけど、幸せになるかどうかはお前次第。そんな手続きとか役所的な事務的な話は今いらん。キャバ嬢の営業ラインみたいな程度。この女結構やり手かもな。来たよ。来たのはそっちか。そうかそうか。おー、一緒に遊ぼうで。リッチかな。なんや、占いが好きなんか。もっともらしいことを。そうなんか。じゃちょっと座ってみるで。勝て。ちょっとケツいてえわ。なあ、聞いとる。聞いてねかろ。ほら聞いてね。よ。
ルーティーンよな。勝ち気なんかな。よし、鬱陶しい男やったろ。なあなあ、そやな、なあなあ個性やな。あ、そうな、なあなあやんだだいぶ世界入っとるやん。みすず、お前伸び飛んどるやん。ちょっと後ろ向いて。おりゃほいめっちゃ首持っていかれとるやん